え、ハンドガンないとどうしようもないんだけど。大体俺このゲームってか、ホラーやってるとき大体切れてるな。なんなんって。ふざけんなよって大体言いながら、大体半切れでこのゲームしてる。うん。いやもういいんですけどね。下降りますか。どういう、あれなんだよ。下が、1階がすぐ右に行けば、違う。階段の方から行った方がすぐ近くの、ここから降りるべきではないな。カットしてくれ、編集の俺。ガンじゃない。やめろ。うるさいんだよ。ぶっ飛ばすぞ。ああ、もう決めた。もう決めた。もう決めましたよ。もう僕はこいつらぶっ飛ばしていきます。はい。ほら、来いよ。お、来い。来ないんかい。はい。弾ください。弾が欲しくて仕方ないです。弾ください。ガンパウダー、弾くれっつってんだろ。いや、わかった。ハンドガンでいいって。わかったわかった。ハンドガンでいいんだよ。弾ないならハンドガンでいいよ。いいからね。ランドリーに行けばいいんか。ランドリーも敵いた気がすんな。うわ、めんどくさー。何が一番めんどくさいってさ、四足歩行をさ、どうやって倒せばいいのかわかんないんだよな。めんどくさい。すごい。だるいわ。何拾った？薬液じゃねえんだって。いいんだよ薬液は。また作る、作ったらいいんだろう。作ったよ、もう作った。え、なんだ、リモコン爆弾で吹き飛ばしてやるから。あら、怖い。ぶっ飛ばしてやる。あれ、爆弾があるんだ。ヒューズはないよ。これ電源ケーブルとかさせる？させるわけねえだろ、バカ。しまっちゃうね。なんもないよ。なんもない。仮眠室行けばいい？仮眠室行きます。ハローマッソ。元気してる？めんどくさい。もうどいつもこいつもめんどくさい。ジャネットや、元気？このぎ、ん？この手紙が届く頃には半年ぶりくらい、ん？プルル。死のうか。うん。やめようかな。そう。もうやめて、いい？はい。や、元気？この手紙が届く、ルルル、死にますね。はい。店長は身寄りがないだって。ジム、ジム、お前どうしてこんな姿に。ん、この胸のこれを取っていいんじゃないんですか。アマゾン川クルーズガイド、ブラックラグーンの美しい自然。はい、だそうですよ。なんもねえじゃん。ハンドガンの弾じゃねえんだって。ハンドガンよこせっつってんだろ。え、これもしかしてハンドガンある？このゲームもしかして俺が拾ってないだけ？え、俺が拾ってないだけだったりする？エレベーターを修理するだって。え、もしかして俺が拾えてない？ハンドガン、そんな気してきた。こんなにハンドガンの弾渡されると。え、教えてくれ有識者。でも多分このこの動画が公開されてる頃にはこの先に進んでいるか、それとも進んでて、あの 先に進んでないかのどっちかなんで分かんないけど。で、これ何？何よ、なんかあんじゃないの？この胸ポケットのこれが取れるんじゃないの？
この胸ポケットのなんか これ何？これ何？これ一体何？こっちが仮眠室のさらに先。はい。ハロー。こんにちは。物資室って感じがしますね。いいんですよ。あのマシンガンとかって回復薬はもういらねえんだ。たくさんあるよ。あんのよ。回復薬。多分俺たちは助からない。せめて何が起こったのかだけでも記しておく。昨日は夜シフトだったんで昼間は仮眠室で寝ていた。夢うつつに子供、女の子の声を聞いたような気がする。気のせいだったかもしれない。19時半ごろ、ちょっと読むのめんどくさいんで皆さん読んでってください。はい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 。ドルーが消えてった。はい。黒い化け物がクラークを食っていた。ああ、食っていた。あいつは振り返るとサメみたいな歯をガチガチ言わせていて、言わせてこっちへ向かってきた。俺は女みたいにわめいて逃げた。今、また仮眠室で触れながらこれを書いてる。何匹も化け物が廊下をうろついている。時折誰かの悲鳴が聞こえるが、もう見に行くつもりはない。俺にかけるのはこれだけだ。ジョバンニ。お前は知らねえらしい、ジョバンニ。武器を持てば。いや、違う。こういうのはな、どっかに縮こまってんのが一番怖いんだよ。そう、どっかに縮こまってんのが一番怖いんだ。一番怖いっていうか、マジでどうしようもねえんだ、それ。本当に単純にどうしようもねえ。縮こまってても困ったことにな。縮こまれば縮こまるだけ先が遠くなるんだ。このゲーム終わんなくなるんだ。だからな、俺にできるのは一つだけだ。ちゃっちゃと進む。進みます。え、開かないんだけど。いや、ドアのないところに。で、ここでまずどこに行けばいいのかわからないと。あ、これ登れるんだ。なんだこれは。またセーブか。セーブがあるってことはここは大丈夫なやつだな。これ何もないんでしょう。精神刺激薬が教えてくれてる。はい。ハンドガンだ。ありがてえ。おっちゃんありがとう。おっちゃん、お前のこと忘れねえから。俺お前のこと忘れねえからさ。ありがとうな、おっちゃん。お前からもらったこのハンドガンで、いや、この競争弾で、俺はこいつをぶち殺してみせるよ。あ、間違えました。回復薬ミスっちゃった。いや、別にいいけどね、うん。こっちだ。そうそうそう。こっちのボタンだったわ。セーブします。オッケー、ハンドガンもらえた。マシンガンはなんかまあ、と、いや、ちょっと待って。じゃあマシンガン使っておくね。あいつ殺そうぜ。鬱陶しかったんでね。鬱陶しかった、あいつぶっ倒そう。マジで俺にストレスを与え続けた、あのリッカー型。来いよベネット、武器のやつかかってこい。汎用型ヒューズとかいらないんだ。地下は一旦置いといて、ただのあれでしょ。バックパックじゃん。単純にありがたい。単純にありがたい。マシンガンの弾、ここがオアシス。ここが俺たちのオアシスだったか。なんでもあるじゃん。やった。ガチじゃん。ガチオアシスじゃん。オアシスあったー。俺のオアシス。で、これどうしたらいいんだ結局。汎用型ヒューズ。コインランドリーのところのヒューズ。使ってみるか。
ヒューズ使ってみましょう。これどうなってんのか分かんないな。で、ここあとどこ行ってないんだ？エレベーター付近？バイクがうるさい。うるさい、バイクに行きに。ちょっと待って、これ順番変えるわ。こうだね。こうでいいと思う。オッケーオッケー、こうでいいね。下開くんかこれ。開く気がしないが。お、まあ、そうっすよね。壊れちゃったね。この隣の倉庫大変な音がする。とりあえずエレベーター付近まで行きましょう。リッカー型どこ？リッカー型どこで、お前に弾をばらまきに行ったんだよ。これはそこか。お、もう死んだ。もう一体いますね。お前に弾をぶち込みに来たんですわ。あれあれ、一発で死んじゃった。あれ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 、おかしいね。あれ一発だね、おかしいね。競争団一発だね。あれ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 、はい。気持ちええわ。気持ちええ。武器をゲットして敵どもをボコボコにするの気持ちええ。やめらんねえわ。で、どうしたらいいんだこれ。あと競争団で普通にしばくのが一番早かったな。弾もったいなかったかもしれん。え、でどうすんの普通に。これでエレベーター動く？エレベーター動いたりします？あー、オッケーオッケーオッケー、完全に理解した。ケーブルが完全に焼けちまってる甲斐があったんだが、あ、はいはいはい、オッケー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 、あ、オッケーです、オッケーです、わかりました。完全に理解しました。お前たちなんて武器があればいくらだって殺せるんだよ。そう、武器があればな。ここ重要。いくらだって殺せる、武器があれば。はい、そういうことです。今度こそいけそうだね。で、これでヒューズで電源ケーブル、こうね、はい。あ、動いた。で、これで S2 まで行けばいいのかな。多分もうこれで OK っぽいよね。2階に来たので一旦セーブだけしちゃいましょうか。このね、セーブポイントがある場所だけはセーフティーゾーンなんで安心しますね。実家に帰ってきた感じがする。いや、実家ここ嫌だわ。よし、行こう。これね、地下2階行きましょうか。さっさと、ほいほいほい。 S22 レッツゴー。一応ハンドガン、普通のハンドガンにしよっかな、念のため。早いね。リモコン爆弾、まあ分からん。とりあえず弾は大事に取っとこう。あ、間違えた。あいつが待ってるよ。あいつが待ってるよ。ホラー要素来ちゃう。え、割とガチじゃん。やめてほしい、やめてほしい、こういう感じ。上だね。
上だね。すり抜けられました。なんか知らんけど、なんか知らんけどすり抜けられましたね。あ、まずい、めんどくさいわ。グッバイボーイ。あ、死んでるじゃん。あ、しかも取れる、ラッキーなんか勝手に死んでた、ラッキー。あ、こんだけ弾もらえるんだったら楽しいわ。オッケー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 、元気になってきた。ちょっと雰囲気怖すぎて発狂しそうだったけど、雰囲気怖すぎて泣きそうだったけど、こんだけ弾もらえるんだったらもうウハウハよ。トリガーハッピーしていいんでしょ。遊ぼうぜお前ら、蜂の巣にしてやる。ハッピー、おお、なんかそんな動き方するの、すごい。ハッピーメリークリスマス。銃弾のプレゼントだ。元気そうで何よりだね。うわぁ、まじ、気持ち悪い、普通に行ったの気持ち悪い。あれ、うわぁ、でってくれよ。じゃない。え、なんか爆発したかな。死んだ？さよなら。リモコン爆弾楽しい。ああ、ここは進めばいいのか。おじいさん、さよなら。弾めっちゃもらえんじゃん。普通に楽しいぞ。アクションモードって感じ。もしかして体力がないのか。どうした？アンティークっぽい懐かしいもの。あったな、そんなもの。体力少ない？もしかして。体力少ないわけじゃないよね、別に。いらないよね。ミア、うるさい、あえがないで、静かにして。リモコン爆弾たくさん、やったー。いや、うるさい。体力マックスでしょ、元気でしょ、静かにしなさい。うるさいよ、怖っホラーじゃん、ただホラーじゃん。こんにちは。私のためにやってほしいことがあるの。怖っ、ホラーじゃん、ホラーなのよ。エブリンが一番ホラー。ティーさん、イーサン、イーサン、え、イーサン、え、おい、心配しなくていい、傷つけはしない。え、今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ。殺したかったわけじゃない、マーガレットだって同じだよ。
息子のルーカスもな。え、雰囲気違うじゃん。ゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ。あんたたちに何をした。あの子は妙な力を使い俺たちを感染させた。ゾイ、あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。腕触ったら腕さすりながら離れてた。それで全てが変わった。触られたみたい。感染させて人を支配するのか。めっちゃ嫌そうだった、ちょっと性格には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったらもう抵抗できない。終わりだって感じね。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。これが本当のおっさんか。エブリンの仕業だ。いいおじいちゃんじゃん。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。いや、エブリン知らないんだが、俺。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。あんたらって本当の家族だったの？てっきりなんか感染者同士で寄り集まった感染家族だと思ってたんだけど、ガチファミリーだったんだ。エブリン、やめて。イーサンから離れて。なんで？こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげよう。やめて。彼に触れないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気？お前はママじゃない、そう言ったよね。なんだ、どこだ、ここは。ミア、ミア、どうした。時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して、これを持って行って。なんだ。待って、俺何してる。何のつもりだ。あなたを助けるの。早くここから出て。もうこれ以上耐えられそうにないのよ。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ、ダメだ。ミア、やめろ。ドアか。なんもねー。エブリンを倒す。なんもねー。武器。なんもねー。積んでるし。このクソガキめ、どこに隠れてやがる。どこに隠れてやがる。あ、これエブリンの体組織なんだ。なるほどね。謎の小瓶って書いてあったけど。ミアが変身して大変なことになってきそうな感じがプンプンしますが、そろそろセーブはしたいところですね。今日の収録終わりにしたいところです。キリがいいので。おん、お前のせいだ。読めねえ。弱、読めねえんだな。単純に英語力とかじゃなくて単純に字が汚くて読めねえ。すまんな。実績のロックを解除しました。追跡と言われましても、いや、まあ行きますけど、どうしろと。なんかもう大変なことになっ、沼、エブリンを倒す。なんてわかりやすい。武器ないが、うん、俺知ってんだ。こういうのはね、しばらく敵来ないんだよ、どうせ。だって武器ないもん。魚が、軒並み魚が死んでいやがる。このお魚たちが何をしたっていうんだ。なんかヘリある。今ヘリ通ってたよね。ヘリが通ってった。
じゃあお魚たちが何したっていうんだ。お魚さんたち軒並み殺されてるぞ。かわいそうなお魚たち。しかも割とマジな方で ヘリがさ今移動してったの、ちょっとめっちゃびっくりした。助けてもらおうぜ、全部焼き払ってもらおう。マジでよし。ということで、ここら辺がセーブなはずです。さっきチラ見したからね。南ダルウェイバーナピー遠行、うん、なんか今あった。なんか今あったよね。あっ、競争団。あっ、パターソン行動で落盤。トゥアンとベックフォードが死んだ。ハクスリーは二度と自分の足で歩けないだろう。地盤脆すぎる。ああ、地盤が脆いのね。これ多分また次回読みましょうか。ここら辺は。まあ、ここは一旦次回読むとして。OK。じゃあ、これは今度にしとこうかな。これあれか。なるほどね。え、あの、エブリン、アンティークコイン、え、まあいいか。ちなみに、ミアの、ああ、ミアの持ち物を受け取りました。そんなことができるんですね。ちなみに、ああ、オッケー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 。十分に、従前に銃が、従前な武器があるね。いや、こんだけあれば十分よ。オッケー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 。完璧。何持ってけばいいのか分からんけど。オッケー。はい。ということで、セーブが済んだので、そしたら今回はここら辺で終わりにさせていただきましょうか。船、沼、研究室。まあ、よく分からんが。オッケー。まあなんかここら辺もね、まだ触ってないんで、今回はここら辺で終わりにさせていただこうと思うんですけれども、まあ次回、エブリンを倒す。そろそろガチの最終回かな？わからん。あの、本当に全く調べてないから、エブリン倒して先があるのかないのか知りませんけど、まあね、ミアじゃなくてゾイを選んだルートとかどうなるのかも気になりますんで、ぜひぜひ、もうちょっと続いて、続いていくと思うんで、よろしくお願いします。では、今回はここら辺で、皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。次回のご視聴もよろしくね。バイバイ。